はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、先ほどね外して終わって、いろいろアンケート書いていただいたんでいくつか質問させてください。はい、はい、お名前教えてください。はい、ゆりです。はい、ありがとうございます。年齢教えてください。はい、32歳です。はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かした期間を教えてください。はい、ワイヤーで3ヶ月です。やってましたね、上をね、ワイヤーで3ヶ月間ぐらい動かしてましたと。でそもそもこう部分矯正したいなとかしよっかなと思ったきっかけを教えてください。子供とかで、うん、家族と写真撮るときにやっぱりすごい曲がってるのがどん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 気になってきたのと、うん、なんか年齢とともにもっとなんかひねってるように感じてきてしまって、うん、昔より、はい、なるほど、なんかすごい気になって、うん、なんか整形がなんか簡単にできるように前歯の矯正できるんじゃないかと思って気になりだしました。でそれで いつぐらいに調べ始めたんですか？ほんと最近前歯だけでやりたいって思って調べました。でそしたらたまたまうち出てきて、はい、で前歯って入れてきたんですよ。前歯って入れたら前歯矯正、うん、って言ったらポンって出てきて、はい、なんだこれって言って、でクリニックいっぱい出てくると思うんですけど、何個か調べてたら、あ、出てなかったですか？前歯だけっていうのだったら、一番最初に出てきました。なんか相談とかいくつか行かれたりしたんですか？全く行かない。もうここだけ。ありがとうございます。じゃあまあここ問い合わせていただいて、実際ねいらしていただいて、まあいろいろお話をしてね、でその時に、やっぱこう歯がひねってた時に嫌だったのはやっぱ写真と、あとどういう時に嫌だった？笑った時も嫌ですか？なるほど。じゃこう手で隠したりとか。あ、してました、してました、よく癖になってますから。写真と、まあ、手で隠すもあったりしたと。でそれが積み重なって嫌だなってなって、はい、でまあいらっしゃっていただいていろいろ話をしてスタートしたんですけど、はい、うちで相談来てやろうと思ったら決めてみたいなのって何かあります？まずインスタの投稿で、どのぐらいで変わるかっていうのはすごい分かりやすくて、実際来てみて違かったっていうのはよくあるのですとかも、それがすごい分かりやすくってやっぱ、来させてもらって、で先生がすごい面白かったからなんか通えるなって思ってありがとうございます。メッセージさんたちがすごい優しくて対応がすごく良かったので。どうですか？ありがとうございます。でそれでまあそう、じゃあ今、まあ、やってみようかなみたいな、はい、通いたいなと思って。あ、本当ですか？でまあスタートした、はい、で、まあ、スタートする前に不安だったことって何か覚えてます？とにかく痛そうっていう、なんかちっちゃい頃の矯正をしてる子の、はい、なんか姿みたいなのをすごい想像してたんで、ずっと痛がってたんだ友達は。じゃあ痛がってたのと、なんかあんまり矯正してますみたいなイメージしかなかったの、矯正してる子みたいなイメージがつくんじゃないかっていうのがすごい。なるほど。それはちょっと嫌だなと。なんか嫌でしたね。実際どうですか？スタートしてみて痛みとかは全く、痛みをなんで心配してたのかっていうぐらいなくって、本当に良かったです。ご飯も食べれました？本当にご飯食べれますかって何回聞くんだってぐらい先生聞いたんですけど、相談の時ね、そう、もう食べれなくなるのが嫌で、それ、あ、そうだった、そう、それを思います。食べれなくなっちゃうんじゃないかと、痛い痛いってなっちゃってね、はい、でもそんなことは思ったの、全然なかった、はい、なかったです、はい、じゃあもう不安になることもなかったかな。なかったです。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並びどういうふうに変わりましたか？もうどこからでも写真撮っていいと。あ、なるほどなるほど。もう自信もついて、どこからでも来いと、はい、いう感じになりましたか？まさか3ヶ月で。ね、はい、いい感じでましたね。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で、気持ちの変化だったり生活の変化
まあ、さっきもおっしゃっていただいたから、やっぱ地震ついてどこからでも写真撮れるっていうのと、どうですか、 手のこの癖は徐々になくなりそうですか？なくなると思いますし、気にしなくなると思います。うん、とにかく嬉しいです。気分も晴れやかな感じで。そうです、もう嬉しい、早く帰りたい。みんなに見せたいってことですよね。じゃあ前歯の部分矯正を、はい、まだやってないんだけどちょっとやりたいと悩んでる方、はい、ちょっと前の自分みたいな方に向けてなんかメッセージをお願いしたいんですけど、はい。うん、もう本当にやるなら本当に私が一番良かったなって思うのが、うん、マスクをするっていうこの中で、うん、人に見られるのが一番嫌だってっていうので始めなかったっていうのはすごい相当あって、あ、矯正してるって言って、なんか矯正これ整形っていう人もなんかいて、それがすごい嫌だったんですけど、ほとんど相当仲いい友達と食事するとき以外マスク外す機会がなくて、本当に多分誰も私が矯正やったって身内以外知らないんじゃないかってぐらいわからないと思うので、周りにバレないでよ。もう絶対に今もしマスク外すってになる時代が来る前に本当にやった方が精神的にものすごいいいと思うし、もしなんかこれから結婚とかそういうのを控えてる人であれば、うん、なおさら本当すぐにやって、うん、なんかそういう風にした方がいいと思う。綺麗になっちゃった方が、本当に短期間で、ここ本当に短期間だったんで、すぐに終わると思うと本当に楽しいですし、こんだけの期間でストレス解消ができる、もう毎回嫌だったんで、写真撮るやる前はね、ずっと嫌だったんで、これでコンプレックスを解消できるんだと思う。本当なぜ早く来なかったのかなって1年前にマスク生活が始まった時に本当にやってればよかったですね。そしてね、そしたらもっと前になってたね、もっと前にこんな気分になれた。じゃあ迷ってるんだったら、あ、書いてありますね、カウンセリングだけでも、カウンセリングだけでも本当に来て、うん、絶対もうやる気になると思う。気になるそうだ、だけでもしてみたらいいんじゃないかと、はい、そうですね、感じですかね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に前歯の、ね、部分矯正上をね3ヶ月ぐらいこう動かしましたけれども、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか？大満足です、やるべきです。わかりました、質問以上になります。ありがとうございました。